工房が示した指針に従い、竹中半兵衛らは南へと逃げる脱期。やがて九州の地に至ったところでその歩みが止まる。脱期を守る妖魔軍はわずか。一息に包囲殲滅し脱期を捕獲せよ。指揮を託さ、しかし同時に脱期の行動に不信を抱いてもいた。狡猾な脱期がこれほど容易に尻尾をつかませるだろうか。期待の帽子。ここはかつての九州、我らの故地か。お嬢、この地で探し人でもおるのか。主を逃がすと宗氏ならどこかで生きている。最後に奴は私に言ったのだ。そもそも奴ならばどこかを風のように吹き渡っているに違いない。心配などするものか。そうか、分かった。ま、戦のついでにぼっち。やれやれ、脱期の捕獲が目的だってことを忘れない。あんたがいれば心強い。南、北、東、三方から囲んで行こう。早口と言っても気安くひっくり返る。ラッキーを出る花ドラム。俺に任せろ。火花の名にかけてここでダッキーを捕らえる。行くぞ、遅れるな。困ったな、どうしようかな。この地も随分と様変わりしたもの。このような植物初めて見えます。まったく素晴らしいね。これだとあんたは面白い。の西にて鎧甲冑の美女服を見かけたとの情報が。そうか、急ぐぞ。追い詰められちゃった。やってね。
味する。いずれも捨ておけ。このネメヤが打ち払ってみせよう。将軍円錐山地獄を見せてやる。切り合いたいところだ。今はその時ではない。とんでもない敵が出たと思いきや、頼もしい味方も現れてくれた。ここはネメア殿に任せていいだろう。俺たちは発揮を得た。とはいえどうも気が臭い。敵の先には十分注意してくれ。俺はちょっと別行動だ。くれたか。駆ける獅子のような恐ろしい戦士だ。報告にあった男とはメメア殿のこと。どこをこつき歩いているのだ。あるいはここを通すわけにはいかない。その戦ぶり手本といたします。君たちのやり方もおそらく正しい。私たちの道はいずれどこかで交わるだろう。貴様はお隣の孫。俺に任せろ。氷はなぜ妖魔の味方をする。全ては大殿のご判断だ。理由など私が推し量れることではない。胸を張って言うことか。じっとしてんのもなんか飽きたし、偵察とか行ってみる。ノブセは失敗だ。こんだけ探してもお宝が見つからねえ。ダックに来たら腹減った。ドボンドがまともに飯食ってねえし、泣けてくるぞ。そこに罠を張ったが、迂回路を確保しておいてよかった。相変わらず性格悪いわね、格さん。お仲間が罠にかかるまで黙っているなんて。おかげであんたは警戒せずに移動した。だからこうして追い詰めることができる。ほんと性格悪い。もう十分休んだでしょ、アキレウスさん。早く守って。いいだ。覚えていろ。あれだけの罠を越えてよく来られたわね。ご褒美にちょっとだけ遊んであげる。付き合ってられない。じゃあね。私の責任果たせたかしら。ここは異世界。私が知る帰る術は見当もつかない。私もお前たちに協力させてほしい。邪悪がどうとか私は興味ないから。
私は関作が関作を探すの手伝ってくれるなら協力してもいいけど。よし、この戦いで面白いものを見つけた。これを